はいどうも、ミミスタの初瀬くんと、レンガと、鹿です。藤原達也かと思ったら平泉聖か。母さん、わあ、まだいいよ、続けて。なんか言ってよ。なんか言って。はい、やってきますよ、今日も。はい、何やるんですか。今日やるのはなんじゃもんじゃ。なんじゃもんじゃってなんじゃもんじゃ。え、面白いんじゃ。面白いもんじゃ。え、じゃあじゃあじゃあ、いや炊飯みたいに言うね。まあ、とりあえず記憶力勝負みたいなやつね。そうだね。いや俺自信あるよ、記憶力。いや本当かな。いやないないない。そう。ないよ。じゃ昨日のご飯は？昨日のご飯は。カレー。自信なさげに言うの。覚えてくんない。適当に言うた。適当じゃねえか。覚えてなくて。もう僕らの勝ちやな。勝率上がったな。仲間入れろや。なんじゃもんじゃ。え、行くで。もう行ってもいいよ。なんじゃもんじゃ。おい、いきなり来たね。すごいやつ来たよ。メンヘランドロイド端末。あ、メンヘランドロイド端末。メンヘランドロイド端末。あ、これアンドロイドなんだ。 iPhone に見えるけどこれアンドロイドです。あ、下ホームボタンあるけどこれアンドロイドなんだ。これメンヘランドロイドか。メンヘランドロイド。いや、メンヘライフォンでいこう。機種変わったね。変わったね。メンヘライフォン、ね、乗り換え終わりね、うん、これがもう一回出たら、はい、一番早くメンヘライフォンって言った人がもらえると思う。はいはいはい、わかりました。なんじゃもんじゃ。なんじゃもんじゃ。え、何これ。かわいい。でもこれかわいい。かわいいね、これ、うん、さっきがちょっとインパクトありすぎたから。一つ目丸にしとくわ。かわいい。一つ目丸。かわいいね。じゃあなんじゃもんじゃ。動物の森みたい。うわ、かわいい。かわいい、なにこれ。じゃあ君は誰もいないなら僕が立候補しますって。誰もいない。もう一回言って、もう一回言って。誰もいないなら。名前が強い。誰もいないなら僕が立候補します。誰もいないなら僕が立候補します。いや、言うてそうやな。なんじゃもんじゃ。あ、絶妙な顔しとるな。目が訴えかけて。なにこれ。一本だけ余ったトッポくん。体の模様。なるほどね。成仏できないんだろうね。一本だけ余ったトッポくん。なんじゃもんじゃ。怖い。怖い。被験体35番。えぐいって。マジこんな笑顔やのに。こんな笑顔やのに被験体なんこいつ。絶対自分の未来知らないってこいつ。世界にワクワクしてる顔してるもん。いや、もしかしたらもうすでに何か終わった後なんかもしれない。記憶なくて。バックボーン、えぐいな。なんじゃもんじゃ。僕、誰もいないなら僕が立候補します。あー、おー、よ、出たな。スラスラ出たね。すごいな。の我ながらないんじゃった。誰もいないか誰もやらないならね。なんだこいつの名前。全部もらいました、このカード。やば。さあ今日だぜ。まずいぜ。やばいぜ。なんじゃもんじゃ。なんだっけ、なんだっけ。一本だけ余ったトッポくん。うわ、正式名称覚えてないって。もうなんじゃもんじゃ。新キャラだ。新キャラよ。紫色の玉、何これ。気になる。ピースマイルくんと背後に迫る影。難しい。なんかバックボーン見えるんだよな、さっきから。ピースマイルくんと背後に迫る影。難しすぎるだろそれ。なんじゃもんじゃ。新キャラよ。新キャラだ。何、俺こいつ好き。モチーフ電池か。うん、あ、バッテリーで。え、バッテリーくん。あれ今ショート、ショートした。バッテリーで。シンプルバッテリーね。あー、いいね、シンプルバッテリー。これちょっと撮りたいな、バッテリー。なんじゃもんじゃ。いやー、新キャラだ。新キャラだ。アルミホイル富士山。早い、早いな。おお、なんじゃもんじゃ。一つ目丸。一つ目丸。よし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 。マジかや。よし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 。4と7と。え、俺自身あるよ。あー、早押しな。なんじゃもんじゃ。怖い。あ、出てきた。被験体35未来。なになに。絶対言うと思った。いや、俺絶対被験体って言うと思った。被験体35番未来の姿。体は変わったけど目だけはお前あの頃のままだな、被験体。いや、ちょっと似てるなって思ったけど未来の姿ね。オッケーオッケーオッケー。なんじゃもんじゃ。うわあ、いいキャラ。なんだお前。なんだお前。なんだお前になるよな、それ。なんだこいつ。顔に Wi-Fi2 個。
面白すぎる。ズルだそれは。いや電波弱すぎやろ。そうついてんのにな。頭のアンテナ3つもあるのにな。なんじゃもんじゃ。被験体35番。俺の被験体が。なんじゃもんじゃ。新キャラ。かわいい。凝ったデザインしてるな。ね。ホーンテッドマンションの人。ホーンテッドマンションの人。ホーンテッドマンションの人で。出てそうやけど。なんじゃもんじゃ。メンヘライボン。あ、よし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 。これ。よしよし迫ってきたぞ連学に。やばい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 。なんじゃもんじゃ。え、なんだっけ。ピースマイルくんと、背後に迫る影。うわ。出てこんかったもん。刻むねー。出てこんかったピースマイル。なんじゃもんじゃ。バッテリー。うわくっそ。よーし。迫ってきた迫ってきた。バッテリー取られた。なんじゃもんじゃ。おわ新キャラ。キャラ出た。なんだこいつ。どこ見てんだよ。なにこいつ。じゃあもうギョギョギョのギョ太郎でいいか。ギョギョギョのギョ太郎。ギョギョギョのギョ太郎ね。なんじゃもんじゃ。タオリワイファイ2個。よーし。うちの子。ありがとうございます。なんじゃもんじゃ。ホーンテッドマンションの人。うわそうや。シンプルすぎて覚えてなかった。ねえ。なんじゃもんじゃ。メイライフォン。メイライフォン。うわーくっそー。よしよしよし。俺の子。なんじゃもんじゃ。うわ、ここに来て。IKKOさんの使用済みパック。IKKOさんの使用済みパック。待って待ってそれ無理最低最低本当に本当にさもう最低だよなんで一個さパックした後ニキビみたいなの取れてるのもう本当に最低だよねえ一個さんが使い終わったパックに生命が宿ったってあなるほどニキビとかじゃないからこれはそう細胞やからこれは細胞なんなるほどねなんじゃもんじゃギョギョギョのギョ太郎あギョーでよーしよ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 し出てこよし頭一個抜けたぞやばいやばいやばいなんじゃもんじゃアルミホイル富士山あよーしよしよし富士山は出てきてんけどな出てこんかったよしいいぞなんじゃもんじゃあなんだっけあの危険体35番の未来の姿そうだうちの子がなんじゃもんじゃ新キャラや新キャラや木工用ボンドの容器の色癖強いなこれは俺しか答えられないでしょなるほどね木工用ボンドの容器の色なんじゃもんじゃ IKKOさんの使用済みパックなんじゃなんじゃもんじゃピースマイルくんと背後に迫る影なんで出てくるのそれマジでこれ何回も出てこんよーしくそピースマイルくん出てこんな出てこんかったよしなんじゃもんじゃ一つ目丸よーしわーマジか遅いね君たち俺の子誘拐誘拐気持ちいいさあ次は誰の子を誘拐しなんじゃもんじゃ何やったっけ木工用ボンドの色木工用ボンドの容器の色うわ最悪だ俺が出てこんくなっちゃった自分でつけたのに誘拐できんかったよし誘拐した俺がでいきますなんじゃもんじゃ引けたい35番はいそありがとうございますお前変わらなかったらこのままだったんだけど悲しい悲しい回想やん思い出してるやんあなんじゃもんじゃ一本余ったトッポくん一本だけ余ったトッポくんよし俺トしか出てこんかった子供の名前は覚えなきゃおなんじゃもんじゃうわなんか変なのねやばいってやばいなんか食べてるよお姉さんのパンツ美味しいあそれが名前お姉さんのパンツなお姉さんのパンツ普通のボクサーパンツみたいや女性だってボクサーパンツ履くかもしれないだろ詳しいことはね突っ込んじゃダメですよお姉さんのパンツ美味しいでなんじゃもんじゃギュ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 マジかうちの子うちの子おいさかなクンさんがちらつくねん最初に最初によマジかやばいやこれ抜けなんじゃもんじゃバッテリーおいちょっと不意打ちだってはや早打ちカウボーイ早打ちガンマンいた生まれてくる時代間違えたわまあこれガンマンってかマンガン電池って感じだけどうまええー、ねんありがとうございますじゃあ1点でいいこれないねんそんな大喜利ポイント大喜利ポイントうまいこと言ったからってないねんああそうないです
なんじゃもんじゃ。女のお姉さんのパンツ美味しい。あー、お姉さんや。わ、わかんない。パンツしか出てこんかった。絶対お姉さんじゃないもんな。お姉さん出てこんな。いや、もうこれ俺なんじゃもんじゃ。IKKO さんの塩積みパック。はい、いただきました。やだね。使用済みって使用済み IKKO さんの使用済みパックいただきましたって喜んでるのちょっとちょっと嫌なかなかないよ。ちょっと嫌やな。毛ついてるもんな。なんじゃもんじゃ。被験体35番未来の姿。未来のお前変わりすぎなんだって未来。いただきましたよ。なんじゃもんじゃ。アルミホイル。アルミホイル富士山。よし。出てきたのに富士山出てこない。アルミホイルが出てこんねん、いつも。いい子だね。富士山が俺の邪魔をする。お前はいつも。なそれは何？まだ言ってない。まだ言ってない。まだ言ってない。危ねえ。なんじゃなんじゃ。漁夫の魚太郎。よし。うわ、フェイントが効いたね。なんじゃもんじゃ。フォンテーションの人。やった。惜しい。これ毎回負ける。やったぜ。毎回負けるこれ。ほんでどっちか言うたらナイトメアビフォークリスマスやろこれ。いや細かー。なんじゃもんじゃ。お姉さんのパンツ美味しいな。キモ。どっちあれ美味しいなやったっけ。美味しいかな。俺か俺。あー負けた。いらんかったな。パンツうめえマジで。やばいやつ。ダメージ追いに行ってるやつ。あと何問なんじゃもんじゃ。IKKO さんの塩積み紙パック。よし。IKKO さんの塩済みパックだけは譲れん。なんじゃもんじゃ。木工用ボンドの容器の色。あっ、うわっ、くそー。よっしゃー。変な名前つけてもうた。レンガくんもこのままじゃ勝てないけど、ね、最後5ポイント最後5ポイント OK いいや。最後5億ポイント。最後5億ポイントでいきましょう。ふざけてるやん。しょうがない、許そう。よし、5億ポイントです。最後でも負けないよ、これはもう。みんなで言う。なあ、いいよ。せーの。なんじゃもんじゃもんじゃ。アルミホイル富士山。うわー、はい。うわー、はい。はい、5億ポイントいただきます。いただきましたよ。パンツ一緒にいただきます。全部食べるやん。何でも食べる。もう食べます。最後に裏切られた富士山。いやマジかよ、こいつマジ富士山しか出てこへんね頭に。初代ミミスターなんじゃもんじゃ王はレンガ君ってことだもん。なんじゃもんじゃ王5億10ポイントもらいました。5億17。偏差がえぐい。最下位はまあ初め。え、嘘でしょ。実はね。途中から。あ、ほんとじゃん。おい、今、ま、ありえんってこんなゲーム。ほんとにもう二度とやらん。動画見てくれてありがとう。これからもどんどん上げていくから、チャンネル登録よろしくね。高評価も忘れずに。バイバイ、またね。